はい、皆さんこんにちは、かっちゃんでーす。はい、ということで今日ひな祭りなんですよ。女の子の日なんですけどね。まあ我が家は何もなくですよ。ということで皆さん、東海地方のこう有名なね、お菓子といったら何ですかね。そう、シルコサンドです。それで、この間テレビとかでも話題になってたんですけど、でシルコサンドの森、アンビスキュイ。で、そこでね、生シルコサンドっていうのがあったんですよ。なんで、今日は、そちらを食べていきたいと思います。松永製菓の直営店である、シルコサンドの森、アンビスキュイは、愛知県小牧市、松永製菓工場の隣の、小牧国際ボール内にあります。ここでしか買えない生シルコサンドの他に12種類のビスケット食べ放題のビスケットバイキングが今月いっぱい特別価格で行われています。ドリンクもホットドリンク、コールドドリンクなどたくさんのドリンクメニューがありました。まあなんかいろいろ買ったね。じゃあ早速中を出していきましょう。松永シルコサンド、シルコサンドクリームサンド、きなこクリームサンド、アップルパイクリームサンド、メガシルコサンド、生シルコサンド。今回なんかね、これがめちゃめちゃ話題になってるっぽいです。なんか店員さんがすごいいい人でサービスでくれました。シルコサンドストラップ。シルコマン、お前シルコマンっていうのか。いやー絶対買いすぎましたよこれ。シルコマン、いやなんかでもこれとか、一袋なんか100円で業務用価格みたいな感じで、すごいお値打ちにいろいろ売ってました。マスターガのシルコサンドは独自の製法により練ったあんをビスケットのピゼサンドに仕上げたロングセラーのお菓子です。うん。どりゃうみゃー。メガシルコサンド。なんかこれ通常サイズのシルコサンドと比べるとね、こんな大きいんすよ。で、その、クッキーバイキングみたいなとこでは、この辺のね、このシルコクリーム和サンドとか、きなこクリームサンドとかね、この辺の普通のやつが食べ放題でした。和シルコクリームサンドってやつが、すごい美味しかったので、これ今回買ってきました。これめっちゃおすすめ。じゃあ行きますか。生シルコサンド。ででん。高級高級。粒あん入り、こしあん入り。粒あんとこしあんと種類は2種類売ってました。おー、じゃあ開けていきましょうか。生シルコサンド。こっちが粒あん入り。ん？どりゃうみゃがね、この外のクッキーがちょっとしっとりしとって、中の、あんこが、あん、中のクリームが。なんだ、どりゃうまが。なんかちょっとマルセイバターサンドみたいな感じで、外のクッキーはちょっとだけしっとりしてます。なんかこの中のクリームがなぜかこのあんこに合って、ヨーヨーだヨーヨーだヨーみたいな感じで美味しいです。こしあんは全然粒がないです。こしあんも同じ味なんですけど、やっぱこの小豆の感じをね、味わいたい人は粒あんの方がなんかあんこっていう感じで、こう東海ダギャンっていう感じで、粒あんの方がおすすめですね。え、でももうちょっとこの外のねビスケットがしっとりしててもいいかなってくらい、結構外のビスケットはしっかりした感じのビスケットになってます。うん、ということでなんか新しい感じのシルコサンドですごい美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ということで今日は松永製菓さんのこう直営工場のアンビスキュイに行って生シルコサンドとか買ってきたよって紹介動画でした。なんか今すごいテレビとかでもネットとかにもすごい載ってて話題になってるみたいなので、皆さんこれぜひ週末とかね、みんなちょっとお出かけするときに買いに行ってみてはいかがでしょうか。バイキングコーナーは予想外にすごい多分狭いので、週末とかはもしかしたらすごい混んじゃってて入れないかもしれないです。なんで平日結構おすすめです。ぜひ一度皆さん行ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダーバイシルコーダギャー。でもさ、ビスケットってそうそうたくさん食べれるもんじゃないよね。